これまでの復習、企業活動の問題、まとめその1。おはようございます、マサルです。今回と次回の2回にわたって企業活動の問題を復習していきたいと思います。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和3年問い28。次の当期末損益計算資料から求められる経常利益は何百万円か。あ385、い685、う985、え1000。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう985が正解です。それでは損益計算書の復習です。損益計算書は会社がどうやって利益を出したのかを表す書類でしたね。一番上の売上高から下に向かって見ていきます。どの時点の数字が何を表しているのかを理解する必要があります。例えば売上高から売上原価を引くと営業総利益、営業総利益から販売費および一般管理費を引くと営業利益を求めることができます。今回の問題は経常利益を求める問題でした。なので売上高の3000から売上原価の1500を引いて営業総利益は1500、営業総利益から販売費および一般管理費の500を引いて営業利益として1000、営業利益の1000から営業外費用として15を引いてあげて経常利益985を求めることができます。一度で覚えるのは大変なのでもう一度一緒に確認しましょう。売上高から売上原価を引くと何になるでしょうか。正解は営業総利益。では営業総利益から販売費および一般管理費を引くと何になりますか。営業利益ですね。営業利益から営業外費用を引くと何になりますか。経常利益ですね。経常利益から特別損失を引くと何になりますか。税引き前当期純利益ですね。では税引き前当期純利益から法人税を引くと何になりますか。こちらは当期純利益です。なかなか覚えられないという人は小さい声でもいいので3回くらい口に出してみてください。口に出してみると不思議と覚えることができると思います。ぜひ試してみてください。それでは問題を見直しましょう。次の当期末損益計算資料から求められる経常利益は何百万円か。正解はうの985です。経常利益は営業利益から営業外費用を引いて計算することができます。それでは別の問題にも挑戦してみてください。 IT パスポート令和4年問い30。営業利益を求める計算式はどれか。あ売上高引く売上原価、い売上総利益引く販売費および一般管理費、う経常利益プラス特別利益マイナス特別損失、 A 税引き前当期純利益引く法人税、住民税および事業税。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E 売上総利益引く販売費および一般管理費が営業利益です。さっき口に出した方はきっと今回の問題分かりましたよね。営業利益は売上総利益から販売費および一般管理費を引くと計算することができます。覚えるためには反復が必要です。試験前になったらもう一度各利益の計算方法を思い出してみてください。では問題を見直します。営業利益を求める計算式はどれか。正解は E の売上総利益引く販売費および一般管理費です。その他の選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢は売上高引く売上原価で営業総利益、うは経常利益プラス特別利益マイナス特別損失で税引き前当期純利益、えは税引き前当期純利益引く法人税、住民税および事業税なので当期純利益を表しています。それではここでブレイクタイムです。問題とは関係ありませんが今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。皆さんは IT パスポートに合格したって意味がないみたいな話聞いたことありますか。意味がないと主張する人は昇進や転職で評価がされない、簡単で誰でも合格できる資格には意味がない、
このような理由で IT パスポートに合格しても意味がないと主張していることが多いです。皆さんはどう思いますか？ IT パスポートを取得しても意味がないと思いますか？私は IT パスポートを取得しても意味がないと主張する方の意見も一定理解することができます。実際 IT パスポートに合格したから昇進ができたとか転職ができたというのはレアなケースだと思います。 IT パスポートの合格が人生を大きく変えるようなパワーは私もないと思います。しかし IT パスポートを勉強するという行動が人生を大きく変えるパワーがあると私は思っています。なぜそう思うのかというと、まずは勉強習慣です。2022年8月31日に総務省が発表した調査によると、働いている人の学習、自己啓発、訓練の時間は週全体で平均7分だったそうです。とっても短いですよね。勉強する大人と勉強しない大人、差が生まれるのは言うまでもありません。身につけた勉強習慣で IT パスポートの合格をきっかけにより難しい試験に挑戦することもできます。さらに IT パスポートは幅広い内容を勉強しますよね。 IT パスポートで学んだ内容を実際に活かしていくことで別の何かにつながっていくことも考えられます。そして最後に、何か一つやり遂げるというのはとても自信がつきます。私自身、履歴書の資格欄に IT パスポートと書いた時の喜びを今でも強く鮮明に覚えています。自分の努力が形になった時、それは嬉しいものです。周りにはいろんな意見があると思いますが、この動画を見てくださっている方の多くは合格を目指して動画をご覧いただいていると思うので、ぜひ IT パスポートを合格して、その合格をきっかけに自分が望むキャリアを進んでいってもらいたいと思っています。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和3年問い28、次の当期末損益計算資料から求められる経常利益は何百万円か。正解はうの985です。それぞれの利益の計算方法をしっかり覚えておきましょう。次の問題、 IT パスポート令和4年問い30、営業利益を求める計算式はどれか。正解は E、 売上総利益引く販売費および一般管理費です。間違い選択肢についても説明しました。 A は売上高引く売上原価で営業総利益、 U は経常利益足す特別利益引く特別損失で税引き前当期純利益、 A は税引き前当期純利益引く法人税、住民税および事業税で当期純利益を求める計算式です。それぞれしっかり覚えておきましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。